ゼルダ伝説知恵の借り物、ハイラルの歩き方3、無の世界編だって。何無の世界って。多分裂け目の話かな。行きましょう。おお。なんか音怖いね。こんなホラーなか、あ、ハイラル王。いや、お前も待て。側近が無能すぎる。そう、あ、石になった。側近が無能すぎて連れ去られていく。ハイラルの各地を襲う謎の裂け目。ほう。飲み込まれたリンクやハイラル王たちを探すため、ハイラル王、そして元の世界を取り戻すため、さらわれるんだな。ゼルダ姫は妖精トリーの力を借りて、各地に点在する裂け目の中へと足を踏み入れます。なるほどね。ハイラルの歩き方、地底だよなこれも。今回は裂け目の中に広がる世界をご紹介します。ゼルダなんかかっこつけてんだ。無の世界編。ここは無の世界。樹木や大地、そして人や物など、裂け目に飲み込まれたものが浮かび、それらはいつか消えてしまうと言います。ポケモンのさ、ゼルダ姫はこの世界の奥深くを目指すのですが、ギラティナいた場所だよ。いびつに浮かぶものの上を進まなければなりません。ほう、ダンジョンみたいな感じなのかな。途切れて届かないなら、これまでにお借りした借り物の出番、足場を作って乗り越えるなど、アイデアで道を切り開きます。すごいな、何でもありだなこれ。たどり着いた世界の破れた世界、待ち受けるのは広大なダンジョン。南の遺跡。襲いかかってくる魔物の群れや、一筋縄ではいかない謎と仕掛けに、借り物と知恵を駆使して挑み、はあ、解き明かした先には、すげえ手強いボスが立ちはだかります。あ、これピーブであった。借り物の数で押すのか、組み合わせるのか、うわ、こいつ戦うんだ。どのように戦うのかは自由。持てる力を出し尽くして難敵に立ち向かいます。ゼルダはなんか寝てるし、何してんの。戦闘中に寝るな。リンク超えてんだろあいつ。各地の裂け目から入ることができ、余裕すぎない。によって特徴が異なります。あー、なるほど。ハイラルを救うために巡る様々なダンジョンで待ち受ける謎に、ゴロン方面だとマグマみたいなこと。リンクも王も失った世界の命運はゼルダ姫に託されています。光ってるな。ここはゾーラか。マジ地底みたいな。え？剣持ってんじゃん。あ、待って、この剣。拾った不思議な剣。リンクの剣だこれ。不思議な剣。ゼルダ姫が剣を握ると、なんと剣士の姿に変身。何これ。剣を使った攻撃ができるように。やっぱ使えるんだ。え、これ神ゲーじゃん、もう。敵止まりの道を開いたり、自ら敵に攻撃したり、やっぱ剣で切れるんだな。共闘するなど、その力はとても強い。ええやん、共闘するんだこれで。剣士の姿は時間経過で解除されてしまいます。なるほどな、時間が限られてるんだ。積極的に使っていくのか、うまく使われてん、うまく調整されてんだな。使える時間は無の世界の中に浮かぶエネル、エネルを取ると回復するので、ゴッドエネル。え、ゴッドエネル来た。エネルギー略してエネルか。さまざまな出会い。おい、オクタイ、オクタ潰さないとな。カラクリ技師ダンペイ、ダンペイ、彼が作り上げるド派手な芸術作品カラクリはゼンマイを巻くことで使用可能。これは借り物とは一味違う強力な効果を発揮します。何これ、アイテムの一種か。ただ強そう。ダメージを受けすぎると壊れてしまうので要注意。何だあいつ、他にもお化けみたいな。旅の中でたくさんの出会いが訪れます。まあこういうのはいっぱいあるだろうな。ゼルダ姫の助けになってくれるでしょう。うん、大妖精か今の。うわ、影の世界からね、噴出してたよね、まあ、敵が。ああいうのもあんのか。うわー、これなんか酔いそうだな。
あれバレたよね。世界を救うためにハイラルをかける旅。そしてミニゲーム。ゼルダ姫にしかできない。わ、なんか来たよこれ。新たな冒険。うぜえの来たよこれ。ゼルダの伝説。終わったか。早っ。知恵の借り物。もう5分経ったの。まだ俺2分ぐらいだと思ってたんだ。やっぱ来るのか、リンク。おいおい、やっぱ予想当たったんじゃないこれ。俺ねえ、リンクが、ね、襲ってくるっていう展開すげえな。リンクと戦う説当たってたよな俺。怖っこれ。おい、勝てんのかゼルダ、こんなねえ歴戦の勇者。怖いよ。でもこれリンク剣持ってるよな。それはどういうことですか。この時点だとリンクは剣を持っている。だがしかし途中でゼルダが剣を持つあの瞬間、あれはなんだじゃ。これはどの場面なんだろうな。リンクがさ、飲まれた後ここに戻ってきたらこの剣が刺さってたっていう感じかな。ちょっと待って、最初から見よう。ライネルいたの。ちょっと待ってね、細かく見ようぜ。これ絶望だよな、この二人。この二人の絶望感えぐいだろうな。この、越剣の間かしゃあないけど。吸い取られていく。こいつらじゃ無能すぎないこれ、さすがに。そこはもう、置いてけよ。姫を守れ、姫を。なぜこいつら、もろとも、吸い込まれてんだよ。今までさ、地下でさ、リンクが、飲まれて、ゼルダが逃げて、そこからなんか始まるもんかなと思ったけど、ここでもさ、ゼルダはいるんだよね。こっから始まるのか、リンクと一緒にいたとこから始まるのか、ようわからんよな、これ。今回は、裂け目の中に広がる。これこれライネル。なんか武器持ってるしさ、石打ちみたいな。ブレワイ・ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの石打ちみたいな武器持ってますけど。これがライネルか。で、これハイラル城浮いてるよな。あ、ハイラル城飲まれて、この無の世界に行ったんだ。地底みたいな場所。で、多分ここが多分ラストダンジョンでしょ。ここに、ガノンがいるんじゃね。ライデルも借りれたら熱いな。単純にもうさ、マップも2倍だよなこれ。地上と無の世界っていうマジ 2D 版オールダンジョンしてるわ。あ、オールダンジョンね。オープンワールドしてるわ。襲いかかってくる魔物の群れや。これでもタートナックだよな。これタートナック、トアプリとかにも出てきた鎧の剣士。これすごいよな。仕掛けに借り物と知恵を駆使して挑み、こういう謎解きが求められると。持てる力を出し尽くして難敵に立ち。これ寝てる意味が分かんないんだよなこれ。これ寝たらなんかあんのかな。 HP 回復するとかある。これ買います。これマジで勇者よりも肝座ってんだよなゼルダ。リンク以上の肝の座り方してる。裂け目によって特徴が異なる。まあこれはゴロンだろうな。これはまあゾーラあたり入ることができ電気もあるから、まあ、ワンチャンフィローネっていう説もある。そしてこれですよ。服装もちゃんとリンク仕様になってるね。これなんかこのゼルダ怖いんだけど、なんか取り憑かれてないリンクに。無の世界で拾った不思議な。無の世界で拾ったって感じだから、序盤の最後あたりでゲットするみたいな感じかな。リンクの魂が宿ってんだろうなこの剣に。イニシエの勇者の魂的な感じで、このなんか模様がさ、この渦巻きみたいな模様あるじゃん。これがなんか結構トレードマークだよな今作。起こしておくの。これもファイの力なのか。でもファイってマスターソードだから違うよな。さすがに違うと思いますけど、ね、俺がちょっと心配してた剣で戦うシステムがあって嬉しいですよ俺は。若干懸念だったんだよな。戦闘システムが今のところさ、シンクと借り物しかなかったからなんかもどかしいんだよなって言ってたんだけど、剣があることによって戦闘もまあ割とやりやすくなったんじゃないかなって思うんですけど。回復するので、エネル。見つけたらどんどん集めて。シンクロエネルギー。ロとギーがないね。ロギアへの伏線ですかこれ。これロギア出てくるねこれ。やっぱちょっとワンピースとのつながりを感じるんだな俺。前も言ったけどさ、このフードをお前に預けるってリンクがさゼルダに託したわけじゃん。なんかあるんだよね絶対。ワンピースとのつながりが。物や魔物をヒントに俺が魂込めて作り出したド派手な芸術作品。まあ、こいつなりの借り物をしたんだな。これ上に浮かぶ理由が分かんないこれ上に飛んでいくのこれ何なの。スカオでさ、こういうなんかあったよね、ブロックだっけ、なんかヒントを教えてくれるやつ。
ここにね、ギルドの族長らしき人がいますよね、これ。ウルボザチックな人が。これはゴロの族長かな？でしょう。にゃん！大妖精。今作の大妖精は、グラマラスな感じじゃないな。ちゃんとしてるわ。ちゃんとしてる。任天堂の悪ふざけがない。この吹き出てくる、ね、無の世界から吹き出てくる敵は何なんだろう。まあ、地上の世界にも侵食してくるっていうことなんか。こいつらを倒すとなんかあるのか。なんかトアプリみたいにこいつら倒すとここがなんか浄化される的な感じなんかな。え、なんかチュチュがさ、チュチュっぽいやつがなんか雨受けて成長してるんだけど、これ。そしてこいつ、なんかこういう敵いなかったっけ、時岡あたりに。なんかいたよな。剣がある場所とリンクと戦う場所が多分同じ。これね、ガノンと戦った場所もこんな感じだったよな。この上にね、ゼルダがなんか結晶にこう閉じ込められてたんだけど、この辺のつながりがどうなんだろうな。怖っ。もう襲ってくるからな、一目散に。この石像がある場所とあの剣が落ちてた場所、これ同じ？ゼルダ姫が、いやでもこれ、この石も同じだよな。ここが開いてここが開くんだ。意外とこのリンクと戦うパート最初に来るかもな。そうなるとほら同じ。ここでこのなんかリンク倒してこの剣を入手するんだ。だこいつと戦うまでは、こいつリンクと戦うまでは多分このトリーの力でやっていくしかないっていう感じかな。これがいつ来るかっていうことだよな。てかこれ地味にさ、上に剣があってトリーロット左に、なんだっけ、あのおっさんのやつおっさんのからくりだっけ、からくりね。下はなんか、あれかな、マップ見るとかそういう感じかな。やっぱなんかすげえボリューム やばそうなんだよな、知恵の借り物。マジで1ヶ月じゃ終わんないぐらいのレベルで、ボリュームがありそうだから楽しみだわ。普通に9月26日でしょ、発売。普通にも12月ぐらいまでやっちゃうかもしんないよな、これ。ワンチャン。いや、この剣マジで謎だな、こうなってくると。なぜリンクがこの剣を持っているっていう。誰の力なんだろう、この剣の力。リンク。しかもこれ左利きなんだよな。ゼルダって右利きだよな。どうなんだろう。トリーロット持ってる手は、この持ち方は絶対右利きだよな。無の世界で拾った不思議な、ほら、右利きだ。でもこの剣が宿ると、左利きなんだよ、ほら。リンクと戦うような展開をね、みんな予想してたと思うけど、俺の予想はまだその上を行くから。今までの能力、シンクと、エネルね。シンクはシンクロ。で、エネルはエネルギー。で、それぞれの、その、なくした部分を合わせると、ローギーなんだよね。うん。だから、これはまあ、ロギア系との匂わせってことですよ。つまり。で、プラス、このフードね。フード。このフード、もともとリンクが、まあ、着ていたフードなんですけど、まあ、闇に飲まれて、で、ゼルダがこれを着て旅すると。で、いずれこのフードを返しに来いって、多分リンク行ったと思うんですよ。ゼルダにこのフードをお前に預けるっつって。で、それで、まあ、いつかがね、このハイラルの王になるために、まあ、頑張って、で、王になった暁には、このフードを返しに行くっていう、そういう、まあ、物語かなと。一応、これ妄想ね、これ。これ考察というよりも、これ妄想ですね、これ。裂け目の影響を受けてそうな敵に特攻ある。なんかこいつらって、多分、オリジナルがあると思うんだけど、こうなった敵は強力だけど、剣で切ると、特攻入るみたいな。まあ、トアプリのあれですわ。トアプリの影の世界のマスターソードだったり、ね、あの、ブレワイもなんか、薬剤の脅威を目の前にすると覚醒するじゃん。まあ、そういうパターンだろうな。今の演出覚えて。今の演出ね。で、他のやつと、切ると、ほら、待って、エフェクト違う。あ、まあ、回転切りだから違うのかな。ほら、ちょっとこう、赤いヒットエフェクト、じゃないですか。で、さっきの次元から出てきたやつ、ちょっとこう青いじゃん。青いエフェクト入ってるよ、これ。つまりこれは特攻が入ってるっていうことですか。あ、ほら違う、エフェクトが違うぞ。ここまで見るから俺俺こういうところまで見るから。まあ、トリーの三角形はまあみんなしてるでしょ。これが増えて、で、この数によって借り物できる数が違うんですよ。
今4つだけど、なんか魔物によって3つ使ったりさ、2つだったりっていうのがあると思うんだよね。だから一応上限があるっていうのは、俺はうすうす感づいておいた。不思議な剣。ここら辺マジで謎だな。もしかしてワンチャンなんか最初の方リンク操作してっていう感じあるかな。この剣を入手して、なんかガノンと戦うみたいな。違うかな。なんかせっかくなんか剣をさ、振ったりしてるんだから、リンクを操作するパートがあってもなんか、おかしくはないよな。こうなってくると。青い光、古代兵装。そこはさすがにないと思うけど、まあ、結構古い文明の力っていう感じはありそうだよな。まだ出てない情報の中に、新しい文明の力がありそうだよな。なんか模様とかね、結構、フードもそうだし、剣も同じ感じの模様だから、何かしらがあるのか。トリーの力かもしんないけどね。まあ、知恵の借り物っつってからさ、なんかこうトリーってさ、まあ、その知恵のトライフォースの力みたいな認識で、あの剣はなんか勇気のトライフォースの力みたいな。ティアーズ・オブ・ザ・キングダムもさ、イニシエの勇者の魂とかあるじゃん。こう勇者の力ってのは人を渡っていくような、そういうものがあったりするのかもしんないよ。で、この叫びが力のトライフォースが暴走したみたいな。ガノンのなんか、邪悪な力とこう混ざってこういう叫びが発生したっていう、そういう認識かもしれない。この一枚絵かっこいいよな。なんかちょっとゼルダかっこつけてるんですよ。ここでリンクの影響でかっこつけてる。リンクを見て憧れてたんだな。そこら辺の関係もやっぱねルフィとシャンクスだよな。ルフィもシャンクスを見て海賊になるっつったんでしょ。でゼルダもやっぱリンクの背中を見て私も勇者になりたいっつって旅に出るわけでしょ。やっぱそこら辺もちょっと、ね、ワンピースとの関わりを感じざるを得ないよな。ハイラル王に俺はなる。ハイラル王もいるんだけどな。ガノンヒグマ説。リンクに臆することなく向かっていくあの姿勢ね。これ、でも結構使いどころマジなさそうだな、剣モード。どうなんだろうな。これ一個集めてこの程度だもんね、回復すんの。ほら。レベルがどんどん上がっていけば持続時間が長くなるのかもしんないけど、結構難しそうだな、使いこなすの。やべ、やりてえな早く。26日長えな。